チャオ、あっちゃんです。2017年初めてのあっちゃんの朝ごはん、朝の晩ごはんです。はい、いつもね、正月は朝ごはんダラダラして食べへんかったりとか、なんか適当につまんだりやからね、ないねんで、初めて今日は1月3日、パンでなんか食べたいと思います。で、またまた毎年恒例の、3日はこれですっていうパン作りたいと思います。3日はね、いかにも、これは恒例なんでございます。いつもね、3日の日はね、イカ人参ピザトーストやねん。これで焼きたいと思います。はい、できました。では食べたいと思います。ヤクルトがない。車の中忘れてたかな。やっぱこれやね、正月の初のパンはね、時々ね、イカ人参がなくなるとしたんね、その時は食べられへんから悲しいんだけどね、その時はね、なんか正月料理に余ったもの、あれとか、ナマスとか、スレンコンとか、かまぼことか、そんなんでパンにするの。三が日はね、できるだけ、台所に立たんようにするのね、そのために
おせち料理作るってお母ちゃんに聞いたことがあるんだよ、うん、だからお母ちゃんって一年から年中専業主婦で一生懸命ご飯作ったりするでしょ。だから年に1回だけ、ね、正月の3日だけお休みっていう形で台所に畳んでいるようにおせち料理で3日間食べつないで朝昼晩食べるように豪華なおせち料理に詰めて、豪華っていうかね、その品数多くて、で寒いから日持ちするし、でお雑煮もね大鍋で炊いて3日間食べられるようにして、でお雑煮はお父ちゃんが作る、だからお母ちゃん休めるようにねっていうのがお正月やって聞いたことがあるね。だからお正月はご飯食べへんね、うん、だから食べるんやったら出前のお寿司とか、うん、あのご飯が食べたくなったらね、の台所に立ってご飯は炊いたらかんね、3日間ね、うん、って言って炊かへんらしい。だからご飯じゃなくお餅で3日間食べたりとか、うん、まあ、昔パンなかったからか知らんけど、パンも3日間食べへんねんけど、あっちゃんが子供の頃は正月用のパンって言っていつも1斤で売ってるけど3斤1本の切らへんやつをお母ちゃん買ってきて、正月はそのパン切って焼いてくれたりしてたけどね。お正月はそんな感じでしたね。最近はね、嫁姑問題があって、実家行ったりしても台所手伝わないでしょ。ほんまは男手が台所をするんやって、うんうん、お父さんもあるよ、お雑煮作ったりしてたもん。で、あちゃんが生まれる前しか、あちゃんとか弟とか妹、まあ、子供がいてない頃は正月は3日間家で過ごしたりしてたらしいわ、私はね、うん、でお仕事は12月31日の年末ギリギリまでで、下手したら日にち変わってね、うん、除夜の鐘なり終わってからまだ仕事してたりで、うん、なんと帰ってきて、ね、正月3日間、うん、寝正月みたいなのが多かった言ってた。で子供生まれてからね、どっかに連れて行ったりとか、うん、たこ揚げに連れて行ったりとか、映画連れて行ったりをしてたなって言われたけどね、うん、だから正月にどっか温泉旅館行ったりとか、うん、年越しで旅行したりって一切ない家でしたね、あっちゃんとかね、うん、うん、うん、元旦は旅行も行かへん、初詣も行かへんね、父ちゃんが疲れてるからかもわからへんし、そういうね、元旦は出て行ってあかんもんやって言われとって、朝からね、だらだらとおせち料理をつまみながらね、お酒飲みながら寝転んでテレビ見て一日過ぎるっていうのが元日でね、うん、ね、1月2日うん、その名残で大
ラダラ過ごして、あっちまに気がついたら三が日終わってるみたいな、うん、なんか分かって、あっちゃんがね大きくなってきてから、お父ちゃんが、うん、元日どっかツーリング行こうかでバイクで行ったりとか、2日に行ったり、もう正月ツーリング行ったりとか、そんなのあったけどね、うん、正月はだから年末に買い込んだプラモデルをお父ちゃんと一緒に作ったりとか、うん、家族で動くことが多かったね、うん、そういったね、若い頃ね、あんまり神社とか行かへんかった、脱毛でも行かへんし、時々ね、仕事早終わって近所のおっさん連中と夜中に、大晦日の夜に早く仕事終わった年はね、三輪神社行って日もらってきて、それでお堂に託年とかでやった年もあったけどね、うん、まあ毎年違った正月やったね、うん、だからほんまは大晦日か12月の末ぐらいからどっかリゾート地行って、うん、正月越すっていうのやりたかったよ、小さい頃からね、友達とかそんな子だから、うん、だからそんな憧れてんけど、結局お仕事しだしたから大晦日まで仕事するから無理やって、うん、ここ数年ねできるようにはなったけどね、みきちゃんいてなかったらね、そんなことしても、子供もねリゾート行っても結局旅館行っても一番退屈なの子供やからね、あっちゃんも子供心にね、だから うちは正月、三が日過ぎてから4日5日とか5日6日とかぐらいに、どっか旅館行く年もあったんで、カニ食べ行こうか言うて、うん、日本海行ったりとか、あと鳥羽の方行ったり魚食べに行こうって行ったりとかした年もあったけど、結局旅館行って退屈なんね子供は。今もまだあの DS とかあるけど、その頃なんかゲームウォッチとか行って行ってさ、あっち間に飽きて、うん、ね、うん、ルービックキューブが流行った年に旅館で買ってもらってね、もうそんなこと、旅館のゲームセンター行ってもあの頃の1回のゲーム、あの頃も1回ゲーム100円やったけど、1回ゲームの100円なんてあっちゅう間によ、ね、小遣いなくなってまうし、ゲームコーナー行ったり、エレベーターで上上がったり下がったりとかね、あのホテルなんかやったらそんなことしてしか遊ぶことないから、ほんま退屈やねん、なかなか時間過ぎんかって、旅行行くのが苦痛やったわ。ミキちゃんと結婚して子供が生まれるまではよう旅行行ってたね、うん、で子供生まれてからもね、小さい頃も連れて行ったりしててんけどね、みきちゃんいなくなってから旅館とか行かへんなったん、またねいつか子供連れて行きたいなとは思うねんけどね、うん、な感じでね、正月毎年こんな感じでダラダラと3日過ぎ、今日ももうあっちゅう間に3日で、この動画があってからもう4日やからね、3月終わってんだけど、さあ今日明日何しようかな、また子供と楽しいことでもしましょうということでね、うん、まあ、子供が喜ぶことせえへんかったらね、親が喜ぶことしたら子供は退屈やからね、うん、でも考えてあげんとあかんしね、特にね一人しかおらへんから、うん、夫婦ね、お母ちゃんとか お母ちゃんとかね、みきちゃんがおったら二人でこうね、なんかこうできるけど、一人でやるとね、どうしても自分のこともしゃなあかんし、子供のこともしゃなあかん、みんなが喜べる楽しいことってなったらなかなかね、あの最高かってならへんでね、二人おったらね、うん、ある程度のパートだからね、みきちゃんの時間を作ってあげて、その間子供見とっとるから、で今度みきちゃんに見とってもらって、あっちゃんにどっか行っていくとか、そうか、まあ、みんなで4人でどっか行こうかとか、そんなんできるけど、一人ではなかなかなことできへんしね、
かつて子供がね、もうちょい大きくなって巣立ってしまうと寂しいしね、今の間に思い出作っときたいしまあまあそんな感じで、今年の正月は三が日、あっちゅう間に過ぎそうな感じでございますって感じでね、はい、ではこの後もちょっとね、こそこそして正月ダラダラしたいと思いますいつもダラダラしとるやんけって今言ったでしょ、はい、してますまあそんな感じでどうでもいいねんけどもね、うん、まあ今日もダラダラしたいと思いますでは、またね、バイバイ、今日もお酒飲もうっと。